速稼塾の久保です。いや、いろんなねエピソードっていうのは限りなく続くもんで、見てください、このかっこ悪いこの姿を。夕食に出て行ってきますとか言ってね、エレベーター降りて道路出たまでは良かったんですけども、そこでね一世一代の大転倒をしてしまいまして、転んでしまったんですよね。で、頭から落ちたら大怪我するんで、くるっと受け身取ったらこの、ね、肩をぶつけてしまって、で、痛いなと思いながらも、めまいがしながらも、まあ大丈夫だろう、根性で耐えられるだろうと思ったら、なんとですね、こう骨がグイッと出てたんですよ、骨が。あ、これやべえなと。腫れてきたし、どうもめまいするし、あ、骨折したかもしれないなと思って、すぐにね、救急車を呼びまして、今ね、病院から帰ってきたところなんですけども、どうもね、脱臼をしたようです。骨折の心配なくって、脱臼なんでそこまで痛くないのかなと。だからもうね、汗が出るほど、なんかね、苦痛はあるんですけども、まあ耐えられるかなと。日本男児みたいな感じですよね。転んでしまいまして、ドジをしました。まあ、それで、今日は、整形外科の方がいらっしゃらないんで、こういうふうに腕をつった段階で痛み止めと点滴だけしてもらってね、元気になって、で、明日また来てくださいということでございました。で、明日の朝、受診して、まあそれで終わりかなというところなんで、明日多分脱臼ですから、ぐいっとはめてくれるんでしょうね、きっとね。腕引っ張ってピュッとはめてくれるのがあると思いますから、それをやるのかなと思いますね。まあかなり気楽に構えてるんですけどね、ご心配おかけしました、すいません。まあこういうのも放送のネタにしてしまうというこのタフさがね、私はどっちかって言ったらワクワクしてきたんですよ、これ。あー、しまった、こんなことしてしまった、怪我をしてしまった、よし、これは放送だと思ってね、ずっと待ってたんですけど、さすがに病院内ではスマホをいじらせてくれなかったんで、今帰ってきてね、こういう風な形で放送しております。とっても元気です。で、腕の方を固定してますけども、こういう風にね、動かすと痛いんですよ。変なら、柔道のね、なんか、でんぐり返しみたいな感じになって、で、背中が当たるんじゃなくて、先にここが当たってしまったんですよ。で、ぐいっと骨が出ました。あ、で、びっくりしました。こう、肩の形が違うんでね。で、骨折かなと思ったんですけど、やっぱ脱臼だったんで、脱臼なら、はめれば終わりかなというところで、ちょっとね、気軽に構えているところですね。ただね、やっぱ動かしにくいですね、腕が。よっしゃ、ペットボトルの蓋もなかなか開けにくいんで、今日はちょっとねご飯を食べに行くつもりだったんですけども、夕食は病院食になりました。病院のこのレンジでチンのね、痛み止めの薬もいただきました。まあ耐えれない痛みじゃないんで飲まずにいけるでしょう。それがね、ゆみさん、痛み止めの薬と同時に胃が荒れるといけないんで、胃薬までね、くれたんですよ。まあ、入れませんっていうこともできたんですけども、ちょっと薬出しすぎじゃないかなと思いますよね。まあ、医療業界のいろんな事情と、闇とは言いませんけどもね、お世話になりましたんで。こうやってね、旅行中でも救急車が来てくれて、いろんな方が手伝ってくれてね、ホテルの方も非常に丁寧にやってくださいまして、本当に日本って素晴らしい国だなと思います。甚大なね、医療保険を払ってきた甲斐があったなと思いますけども、医療保険払った上になんかね、手出しが結構あるんですよ。今日も明日もあるでしょうしね、結構するなと思いましたね。まあというところでね、犬も歩けば棒に当たると言いますけども、人間何かすればこういうことってつきものなんですよ。まあ、ですんでね、ついてないなと思いますけども、じゃあこれを何かね、プラスに変えていこうかなっていう、そういうような思いでございます。まあね、今日はナイト2000、マイケルナイトさんに会いに、新富士市に行ったんですけどね、新富士市から帰るときに新幹線がなぜか止まってね、西日本はそんなに影響なかったはずなんですけどね、ただやっぱり西日本は豪災害とかなんとかありましたんで、結構慎重に JR を止めたり動かしたりするみたいなんで、かなりね、早めに止めてたみたいなんですよ。で、私がね、ネットで見た時っていうのは運行は平常通りになってたんですよね。18時ぐらいに乗った時には、で、乗って移動してる間に状況変わってストップが決まったらしいんで、私が名古屋に着いた時っていうのは新大阪行きと博多行きが動いてたんですけども、私のね、住んでるところには止まらないという、止まるやつがもう運休してたということなんで、もう払い戻しをするしかないということでね、払い戻しもブワーって列なんで、とても並ぶ気にならないと。で、まあ出てきたわけなんですけども、まあいろいろありましたけどもね、どの選択を変えていても多分ここには至らなかったんで、本当にね、なんか自分の見通しが甘かったなというところでございますね。まあこういう怪我も旅にはつきものですよ。まあこういうこともね、ありますんで、皆さん元気出していきましょうね。元気出すのは私ですね。
それではね、今日はこうかなり動かすと痛みもありますんで、早めに休ませていただいて、明日朝8時にこのホテルを出て、8時半に病院の受付をしてですね、で受診をして、うん、で肩をクッとはめてもらったら、まあ、新幹線の便でも探そうかなってことですよね。まあ、全ての状況を前向きに捉えていくっていうかね、誰も恨むことはないですし、うん、運すら恨まないっていうかね、うん、転んだのは地球のね、出っ張りがあったせいかって言ったらそうでもなくって、やっぱり全てがね、自分の行動から起きているってことをやっぱ冷静に捉えると、そんなにね、不安定な怒りっていうのも不具合っていうのも起きませんので、いつも心穏やかにいれるかなと。自分の選択の結果が今日この瞬間、今の結果に結びついているということなんではないかなと思いましたね。まあ、その状況を一つ一つ楽しみながら、これを何かの糧にするっていうんですかね、何の糧になるか分かんないですけども、まあ実際こうやって放送できてますんでね、一つネタが増えて、でおかげさまで、夜食べに行ってきますよって言った店はね、なんか台風で休んでたんですよ。これだけの怪我をしたのに店自体は休んでて、がっくりしましたね。でもう食欲失せました。食欲失せたんで、もう病院でも行くかと思って救急車呼んだんですけども、病院に行くとね、こういう風なスナックがあるんですよね、こういうのがね、まあ、これでもいただいて今日はね、慰めようかなと、自分の心をね、そんな感じでございます。皆さんもね、遅くまで本当にお付き合いできましてありがとうございました。まあ脱臼はしましたけども、脱臼ということが分かって骨折しなかったんで、まあへっちゃらで明日もね帰れると思いますし、多分整形外科の先生だったらこのね脱臼した腕とかポコッとはめてくれると思うんで、私幼い頃に結構ね脱臼したらしいんですよ。でそのたびに診療所の先生がグイッとはめてくれたみたいなんで、まあまあこんなものかなと思いましたね。うん、まあしっかりと私もね、まあ年を取ったんで、うかつに駆け出さないことってことですよね。駆け出したわけじゃないんですけども、足元に気をつけろっていう警告でしょうね、きっとね。はい、そんな感じで、今日の放送は終わります。まあ私は元気なんでご安心ください。ちょっとね、いろいろ予定が変わりましたけども、これも私の人生の一部ということで、はい、びっくりしましたね。私もびっくりしました。まあでも人生には怪我がつきもんですから、計算外っていうこととかね、うん、あらおやまあっていうのの連続じゃないですか。まあ、こういうのをネタにしながらたくましく生きていこうかなと思う久保哲郎でございました。それでは皆さん、ご心配おかけしましたけども、はい、大丈夫です。まあ任せてください、辻本さん。今ね、名古屋にいて、名古屋にお知り合いいらっしゃいますかとかね、ご家族の方いらっしゃいますかみたいなことを言われたんですけども、うん、まあね、塾生さんを呼ぶわけにもいかないんで、いや旅行中で一人なんですよみたいなことね答えて、見ましたけども、うん、やっぱね、健康保険持っててよかったなっていうのってね、うん、まあなんかやっぱり日本っていうのは怪我をしても誰一人ほっとくことがないっていうか、ね、どこでも救急車も来てくれますし、タクシーも動いてくれますしね。そういう意味ではこの国で良かったって思えるところも結構あるんですよ。うん、だからこそ、東京から名古屋に帰ってきた。おお、なるほど。今日はね、私は静岡だったんでね、静岡から名古屋に帰ってきたというよりも、名古屋経由で広島行こうと思ったんですけども、帰ろうと思ったんですけども、名古屋で泊まってしまったんでね。すごい人でしたね、駅はね。名古屋駅の近くですよ、ここ。歩いて10分ぐらいのところですよ。もうわんざと人いたりとか、ホテルがなくて座り込んでるね、人たちとかいて。まあ、ホテルないことはないんですよね。2万とか3万のホテルだったらあるんですけども、まあ、そういうところを選ぶよりかは、もしかしたら野宿するのかもしれないですね。もしくは満喫とか、サウナとか探すのかもしれないですね。はい。はい、じゃあちょっとね、お腹も空いてきた。落ち着いてきたらお腹も空いてきたんで、ちょっとこの病院で買ったスナックハンバーガー、これいただきます。じゃあ皆さん、ありがとうございました。